我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところと、そして今五稜の一つオルブス・カラグリアを治めるのは火のマスターコアを持つ無常なスピエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を課され続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。何をしている、もっと力を込めろ。しつき、てっかめ貴様、俺が奴隷同士傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。切、さっさと行け。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。鉄仮面、傷が、うん、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前か。すまない、毒。謝るくらいなら最初からするな、俺。
相変わらず何も思い出せんままか。ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。難儀なやつだ。どれ。痛みを感じないといっても傷はしっかり負うし、骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰にわかるものか。わしに言えるのはこの300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてと、これでいい。傷が開かんよう、しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。俺は奴隷だ。みんなと同じく。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって考えても仕方ないか。何度持ち主が変わったのかわからない寝床。今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。レナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。
いたぞ、ジルファ。見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんな、いきなり言われてもなあ。あんたは。あそこだ。待て。出して。いいから早く。僕な、こんな手間かけさせやがって。おとなしくしてやりたいことは。うわなり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブスカラグリアスルドエルボルゼ卿、いやビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらおわし元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。
心にもないことを抜かしおるわ。ごそごそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去二度もスグドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびの鋭ぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会は忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？あんたは？ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス？あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？だって気になるなら行ってみたら。牢屋で尋問だって。掴めないと。だけでこんな雷でも撃たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は？な
なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ着てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光目。精霊術も使えない石突きが偉そうに。俺たちは石突きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ、確かに俺たちダナは精霊術を使えないが、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う、こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも鍵付けられたか。手はず通り脱出だ。急げ、彼女も移せ。抵抗するようなら長い防火槍を使え。分かった。おい鉄仮面、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。兵隊が来たのか。出口に向かおう。早く脱出しないと。戦える奴は武器を取れ。くそ、どうしてここがバレたんだ。俺の知らないところでずっとこん。な戦いが繰り広げられていたのか。止まれ。なんだ、ダナか。おい、ここにレナ人がいたはずだ。今どこにいる。それは…さっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうが。答えるとでも思ってるのか。なんだこの石突き。レナの装甲兵に挑む気か。レナの装甲兵相手にやるぞ。絶対に生き延びてみせる。
したが。反逆者ヒロン・ビメル・アイメリス大もズルド・ビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て。あなた、あ、何を考えてるの。装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。ゾンビの奴隷、我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。